はい、えーっと、今日は私いや、まあ、私の家族が一番好きな蜂蜜の一つ、えー、東京都の青梅ファームさんのはちみつの中でもえミントの蜂蜜を紹介します。えー、っとミントの蜂蜜すごい珍しいと思うんですけど、えー、っと結晶化してもすごくクリーミーで舌触りがすごいいい蜂蜜です。 甘みもそこそこある,ある、あるけども、舌触りと香りがすごくいいです。えっ、ー、と、ミントのような香りをするかが、か香りがするかというと、そういうわけではありませんが、花の香りがしてかつ、えー、クリーミーな舌触りっていうのがいいです。で、今ちょっと、えっ、ー、と、ボトルの端っこについてた結晶の部分を見てるんですが、えっ、ー、と、やっぱり、 舌触りがいいからかどうかは分かりませんが、えー、っと、角が落ちた結晶やなっていうイメージがあります。また、えー、っと、他の蜂蜜と比べて、結晶、大きい結晶と大きい結晶の間に、ちっちゃい結晶がすごいいっぱい入ってるなっていうのがすごい印象的です。色を変えてみました。えー、っと、ライトの色を変えてみました。これ、背,背景色透明の場合ですね。 うん、すごい綺麗な蜂蜜です。えー、っと、私はが今蜂蜜を大体1 0百何、1十0何本持ってるんですが、その中でも、オウメファムさんの蜂蜜は結構数が圧倒的に多いところの一つです。あと、この間、えー、っと、出します。えー、っと、 見てみたんですが藤原養蜂場さんの蜂蜜なんかもすごい多いですえっともともと藤原養蜂場さんの蜂蜜が盛岡行った時にいっぱい買ってきてすごい多かったんですが最近は青梅ファームさんの蜂蜜も結構な量があります、えっと、背景色黒にしてみましたがうんそんなになんか大きくなんか変わったかと言われると今画面真ん中よりちょっと左上ぐらいに黒い点がありますね な何かわからないですが、うん、こういうのが入ってるぐらいです次白いってみますおおだいぶ見た目が変わりましたね多分えっと点はえっと蜂蜜の中にある気泡ではない結晶の中にある気泡じゃないかなと思うえっとこの蜂蜜はえっと 結晶は、なんていうんかな、真っ白に近いような蜂蜜で、液状の部分は黄色い蜂蜜です。で、えっと、完全にき,きれいに2層に分かれてるのが特徴かなと思います。結構、えっと、結晶化した蜂蜜の残りの液状の部分って黒っぽいイメージがあるんですが、すごい白い蜂蜜です。えっと、うん。 この今真ん中あたりに見えてる黒い丸なんかはあ、いっちゃいました、ね。は、えっ、ー、と、よく見かけるあの黒い丸じゃないかな。あ、今右上の方に集まってますね。は、よくある、あの、蜂蜜によく入ってる黒い丸じゃないかなと思います。他に、えっ、ー、と、さっきからあの、もう一個色のついてる球体というか、炎上の何かを探してるんですが、 そういうのはなさそうです、うん。結構、なんていうんかな、ペースト状になってて、舌触りがいいのは、水分量を結構保湿してるのももう一つの原因なんかなと、広げた感じではあんまり湿,湿度があるわけでは、ようなあの手触りではなかったんですが、うん。 今一瞬左し右下の方かなに映ったと思うんですがもう見つかれへんなえー、っと一部ええー、っと色のついた球状が一瞬だけ映りましたただそんなに多くない印象です確かに結晶自体も真っ白でしかもなんていうかすごい堆積したあの土のような表面をしてて ほかのはちみつと若干雰囲気が違うなっていうのが個人的な印象です。